おそら、はい、皆さんおはようございます。なんか朝起きてからね、ちょっと部屋の電気つけてたら消えちゃったんですよ。電気が切れた、変えなきゃ。動画撮れないよ、あれじゃ。夜も明かりつかないし、やばい。電気変えなきゃちょっと遅れたけど、ご飯食べます。イカオクラ乗せたご飯、昨日の残りのご飯は全部、ちょっと何グラムかわかんないけど、で、あと卵適当に5、6個食べます。なるほどね、そういうことだったのか。なるほど、やっと謎が解けたわ。ブログを書き進めててね、なんかなかなかイメージが湧かなかったんだけど、なんだかんだいい記事になりそうですね。コンビニ飯、まあ、コンビニ食で最強の筋肉を作る方法は何っていうのと、あとそもそもプロテインって何で飲むのっていう質問に対してお答えしていこうと思います。まあなんだかんだいい記事になりそうですね。まあこれから、まあちょっと飯食ってからまた再開させます、記事。はい、これからちょっと2食目食べます。かぼちゃとバナナと卵4個、もしかしたらプロテイン飲むかもね。そうだよ、俺の部屋で仕事やろうと思ってたら今部屋がこんな状態なんだった。電球切れてんだよ今。いやー、めんどくせえ。ということで、今僕の部屋の電気がついてないんで、これから電球、なんか輪っかの電気のやつ買ってきます。はい紙飛行機が飛んでゆくよ、明日にどうか間に合うように、ずっと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 夕日を追いかけているよ。ちょっとこれから晩ご飯なんですけど、これ食べてきます。胸肉と、あと札幌で一番醤油ラーメンとチョコレートとラムネ食います。ライブ。ブログ書き終わらなかったね。なんか時間がかかってんな。なんか1600文字です、まだ。3000文字ぐらいにはしたいんだけど、なんかね、あんま進まねえな。まあ、明日書くか。今日は動画1個撮ったしね。明日これ書いて動画撮りたいな。でも明日ちょっとね、電球買わなきゃね。部屋の、真っ暗で部屋電気つかねえんだわ。うん、まあそれ買ったら、これ、手つけようかな。はい。ということで、お疲れ様でした。今ね、電球が切れちゃってるんで、電気つかないんですよ、部屋が。だから、今 YouTube で撮るときに使うライトを照らしてるんですけど、輪っかが見えてる。今日は何の予定があるかな？ねえな。特に外出する予定もなく。ああ、そっか、電球買いに行かねえと。これはね、ちゃんと不要不急の外出ではないから。これもう仕事するのに必要だから。山電か野島電機行こうかなと思います。で、外出はそれぐらいか。まったくよ、本当に。で、あと仕事を進めると。そんだけですね。早くジム行ってパートやりたいですね。酒も飲みたいわ。よし、じゃあ、あばよみんな、おやすみ。おっ、ほら、ほぼ。皆さんおはようございます。目覚ましかけるの忘れてたわ。まあ目覚ましかけなくても6時間ぐらいで起きるんだね。6時間でちゃんと起きるようになったな。えらい、俺。えらい、進歩だ。ご飯の準備が整いました。毎日これ食ってんな。ペンネと胸肉と、即席ですけど味噌汁七味入りで、もろもろこんな感じです。そう、いやー、もう一杯。天井破壊したわ。
つけると。再現！わー、明るい。はい、ということで、蛍光灯？まあ、電気、さっき、野島電気で買ってきて、家帰ってきて、パソコンでちょっと記事見てたんですけど、そういえば今日もゴミ袋の先輩と5時半からちょっと相談事をしようかなと思って約束してたんですけど、すっかりまた忘れちゃってました。また怒られるのかな？急がないと。グッドイブニング、市街さん。グッドイブニング、先輩。グッドイブニングじゃねえよ。お前マジでクズだな、本当に。すいません。ちょっと電気切れちゃって。ちょっとじゃないのよ。なんか特に理由もないのよ、遅刻するのに。はい。はいじゃねえって。すいません。すいませんじゃないの？わかる？すいません、何度も繰り返してしまって、ね、はい。すいませんって思ってないでしょ？思ってます。嘘つくない？本当ですよ。本当にすまないと思ってたら行動とかさ、はい、案外改めるでしょ？はい。いや、はいじゃなくて。改まってないかもしれないです。かもしれないって、未だに気づけてない状態なのであれば、もう、気狂ってるよ、本当に。いやいやいや違う病気だよ、お前もそれは。で、はい、でですね、また昔からの持ってる相談事がちょっとあってですね、トマトが苦手で、トマト食べれないんですよ、単体で。やばいな、その小学3年の悩み。そうなんですよ。小学生からの悩みなんですよ。そういうことじゃない。そうなんですよ、じゃねえな。トマトを食べようとするとですね、なんか吐き気を催して、吐き出しそうになる。食べなくていいんじゃないの？そうですね。食べたいの、そもそも。吐き気催す食べ物。いえ、そんなことないですね。食べたくないですね。うん。はい。うん。ほんで？以上です。クソか、お前。いやトマト食べれねえ相談。7、8分遅刻してするか、普通。人待たせて、すいません、俺ちょっとトマト食いなくていいって。これがミートソースだと食べれるんですよ。うるせえよ。ハンバーガーとかに挟まってるトマトだと食べれるんですけど、トマト単体だと食べれないですよね。はい。単体がダメなんだ、じゃあ。そうですね。トマトをそのまま切ったものを食べるってのができないですよね。マヨネーズとかドレッシングかけても無理なの？苦手なんですよね。うん。いやいや、殺すぞ、お前。楽しいと思ってやってんだから、間違えてるぞ、本当に。すいません、そう思ってました。すいません、じゃねえ。こんなにすぐ反省できんだったらすんなよ、最初から。いやー、トマトは、なんであんな、ぐちゃぐちゃしてて食いにくいんだろう。まあ、どうぞ。知らねえよ。どうぞ、いいっすね。俺にトマトの機嫌聞くなよ。トマトに失礼だぞ、お前。確かに、そうだ、トマトかわいそうですね。苦手なものあります？そういえば、食い物で。苦手なもので、人参かな？ええー、あんな甘いのに食えないですね。単体が俺きついんだよね。単体で食べるの。同じですね、じゃあ。そう、野菜スティックとかで出てくんじゃん。あ、ありますね。でもね、俺カレーの人参は結構好きなんだよね。うまーと思って。じゃあ僕と同じですね、本当に。なんかの料理に入ってれば食えるんですよね。お前と同じじゃねえよ。俺時間守るわ。失礼しました。すいません。はい、反省します。本当だよ。反省しろよ。はい、すいません。反省します。反省してんのかよ、まあ、本当によ、はい。本当にします。次はもう遅刻しないです。次の相談。絶対しない？しないです。了解。じゃあ最初からそんなこと言うんじゃねえよ、バカ。はい、ということでご飯の準備が整いました。これちょっと食い方間違えてるかもしれないな。オートミール 100g に今水入れて温めて、ラカントエスっていう人工甘味料、ゼロカロリーの甘み入れて、その上にその中にバナナ突っ込んだんだけど、なんか食い方間違ってるかも。あと味噌汁と卵食います。多分卵です。はい、じゃあ買い出し行ってきます。全然うまくいかないな。センター分けはできねえな。あ、これいいんじゃない？ダメか。変なの。ダメだ。マイヤヒー、マイヤハー、マイヤホー、マイヤハー。急げー。爆速で用意しました。ちょっと、帰りが遅くなっちゃったからさ。Oh.
よっしゃ、書けました。ブログ書けました。コンビニの筋肉を作る最強の食材つつ、こんなタイトルだったっけ？コンビニで筋肉を作る最強、コンビニでかな？まあいいや。コンビニで、まあこういう記事書きました。コンビニ飯で最強の筋肉を作ることできますかって質問なんだけど、できるんじゃねっていうこと書いてます。はい、あとプロテインはなんで飲むんですかみたいな質問を答えてるんで、原点に振り返って皆さんちょっと記事読んでみてください。動画今しますんで、至って真剣な記事です。はいはい、ということでお疲れ様でした。今寒気したわルーティン動画に変化がない。本当に今日はね、T シャツの梱包やります。新たにめっちゃ来たんで、それをたくさん畳んでいこうと思います。そこでルーティン動画に変化をつけるしかねえな。で、電球なんですけど、見える？ああ、これか。買い替えました。まあ僕が30歳になるまでこれで買えることはないでしょう。2万時間ついてるらしいです。知らんけど、もっと長持ちすると思うけどね。それぐらいかな。明日はね、また動画2つぐらい撮れたらなと思います。それぐらいか、なんもない。あとプロテインのね、当選者発表しました。登録者10万人記念のね、プロテイン発表したんですけど、5月もプロテインたくさん配るつもりなんで、また皆さんね、参加してください。ご応募お待ちしております。ということで、今回の動画はじゃねえや、楽しみ。バイバイ。おやすみなさい。また明日会いましょう。はい。